2008年北京オリンピックのレスリング競技は中国農業大学体育館で2008年8月12日から8月21日までの競技日程で実施された。男子はグレコローマンスタイル及びフリースタイルともに7種目、女子はフリースタイル4種目で争われた。フリースタイルグレコローマンスタイルフリースタイル2位と、 なったはシルフェドルイシンのドーピング違反が発覚し、湯本健一以下繰り上クリアガリ。55から60キログラム面公式結果2位と、なったソスランティギエフのドーピング違反が発覚し、ムラトガイダロフ以下クリアがり。66から74キログラム面公式結果2位と、なったタイムラズティギエフのドーピング違反が発覚し、ゲオルギゴグチェリーゼイ下クリアがり。 84から9 6ラム面公式結果1位と、なったアルトゥール・タイマゾフのドーピング違反が発覚し、バフティアル・アフメドフイカ繰り上がり。96から1 2 0ラム面公式結果2位と、なったビタリー・ラヒモフのドーピング違反が発覚し、ヌルバキト・テニス・バイフイカ繰り上がり。55から6 0ラム面公式結果3位と、なったアラ・アブラハミアンは、表彰式において、 銅メダルを投げ捨てた行為により、IOC は、アブラハミアンの失格及び銅メダルを剥奪した。3位となったアセト・マンベトフのドーピング違反が発覚し、マレック種別異核り上がり、84から96キログラム面公式結果2位となったハッサン・バロエフのドーピング違反が発覚し、ミンガウダス・ミズガイティス異核り上がり、84から96キログラム面公式結果。 ありがとうございます。